今年9月の県内の宿泊客数が去年の同じ時期より87.2%増えたことが県の調査でわかりました。これは県内81のホテルと旅館を対象に県がまとめたものです。期間は今年9月の1ヶ月間で、延べ宿泊客数は21万858人と、去年の9月より87.2%増加しました。 これは新型コロナが感染拡大する以前の2019年9月の88.1%にあたり県は今こそ鹿児島の旅第二弾の実施で九州各県から訪れる宿泊客を中心に増加したと分析しています一方、外国人宿泊客は750人で去年の9月と比べると5倍近くに伸びていますが コロナ禍前の2019年9月と比較すると3.4%にとどまっています。